茶道は日本文化だ。書いてみ、作文してみ。茶道は日本文化だ。まあ、例えば日本文化を Japanese culture と覚えていてもね、多分使えない。だから Japanese culture っていうのは、それは日本文化全体の総称を表すわけね。よって日本文化だって時はこれ無理で、例えばこれは An aspect of になる。じゃあこれは高野山は世界遺産だ。これは間違いだよね。ワールドヘリティッジも総称的に世界遺産全体だから、こっちはこうなるね。高野山 is a world heritage site。 だからもっぺんよ、今言ってるようなことをやってしまうから和文英訳をやめた。ただ東大は2018年に一度だけ和文英訳を出してみた。でも実はあれは全く違う、30年前と。すなわちいかようにも書けるように作ってやる。だからもっぺん繰り返すけども、その和文英訳ということを、ね、英作文のポイントとしたら、書けないことは書かない。ね、じゃあこれだ、これじゃあ何て言う、色よい返事をお待ちしています。言ってみ。色よい返事をお待ちしています。いいメアを。何て言う、まず結論から言うと、言わない。終わり。言わないもん言わない。だから例えば日本語では言っても言わんこといっぱいある。例えばいただきます。ごちそうさまでした。言わない。ね、書けない。だからそういうことも含めて、文化として言わないことがいっぱいあるわけね。だから結局その英作文の時のポイントっていうのは、こういったこと、いろんな知識がない限り書けないから書かないことだよね。だからこれはもう英検1級レベルの子でももう全然できない子いっぱいいるわけね。そのお願い。だから僕がとにかく書けないこと書かないね。また、はい、ではちょっとやってみよう。いくよ。下のパラグラフを読んで次の問いに答えなさい。はい、following は形容詞ね。で、